福岡辞所がきょう発表したのは福岡市役所北別館やメディアモール天神の跡地などにビルを建設する天神ビジネスセンター2基計画の概要です合わせて4085平方メートルの敷地に建てられる地上18階、地下2階高さおよそ88メートルのビルはすでに開業している天神ビジネスセンターと地上と地下でつなぐほか 地下2階から地上5階までの吹き抜け空間を整備します新しいビルは今年し10月ごろ着工し2026年6月ごろ完成する予定となっています